一本ずつ指の骨を折っていくぞ。それでも吐かなければ次は爪だ。足やろ。この動画ね、コメ欄でいっぱい突っ込まれました。爪やってから指じゃねって。それな、編集してから気づいたよ。バレないと思った。その5倍言われた。死ねえ。ヘブンズタイム。時は動き出す。死ねえ。気持ちいい。あ、これもいろいろ突っ込まれました。ヘブンズタイムは時間停止じゃなくて催眠うんぬんかんぬんみたいな。知るかーい。細けーよー。 A 型かよー。あ、僕 A 型っす。圧倒的な力ってもんはつまらないもんだ。痛い。普段見てる方はわかるかもしれないんですけど、私もワンパンマン大好きなんで、いい感じにどっちが強いかみたいな感じで。え？何？埼玉の？後ろ髪？うるさい！誰かに一緒にゆっくり走ろうぜ。よーい。よーい。俺は持久走嫌いです。はい、終わり。次。先生、なんか今日気分悪いんでもう帰っていいですか？いや、違いますよ。ちょっと待てよ、先生。そいつは病人だぜ。さっきから言ってるじゃねえか。仮病だってな。熱。ジム。いやー、これは、ね。粘土がしたかっただけですね。ちょうどこの動画を撮る前にサイキクソ見たんですよ。これ粘土がしたかっただけですね。あなた強そうね。ちょっと本気出しちゃう。足りない。聞いたわ。少しね、オカマキャラが嫌いなやつはいない。オロチマル、深海王、王騎将軍、スケッ鳥さん、ジム、プロテイン、タンパク質、足トレ、気持ちいい。足トレ。アーニャピーナッツが好き。アーニャが好きな人、すいませんでした。どうしてもアーニの中身が半馬裕次郎に。俺はアーニの大荷物です。ブイッ、うまく演じられない。ルロイ修道士がせわしく指を打ちつけるとき、それは危険信号である。脳筋は本能でそれを察知し戦闘態勢に入った。万力のごとき握力を持つその剛腕から放たれる平手打ちはまさしく大砲であった。負荷に喜んだ野もつかの間、彼が視界に捉えたのは去りゆくルロイ修道士の後ろ姿と手向けのサインであった。大日本帝国の使用表は月月火水も経験。この国には土曜も日曜もありませんのだ。あ、殴ったね。親父にもぶたれたことないのに。ということです。君の個性をもらうよ。何？君まさか脳筋、個性、無個性、今欲しいもの、タンパク質。脳筋、個性、無個性のリズムがいいですね。あと若干プレゼントマイクの声に似せれたってのもポイントないかなって思ってます。まあ、この顔で無個性ってそんなわけあるかいって感じですけどね。クレイジーダイヤモンド。気持ち。俺のクレイジーダイヤモンドは破壊されたエネルギーや物を直す能力がある。ふっか。あんたのその傷、直してやったっすよ。ジム。
いやー、やっぱジョジョの動画は作ってて楽しいですよね。まあ、いつかもっといっぱい動画作って、ジョジョの動画の、まあ、まとめとか作れたらいいかなって思ってます。皆さんは何のスタンドが欲しいですか？スタープラチナ。貴様らにはチップトリックで十分だ！あいつの体内に入って荒らし回ってやるぜ！おお、ここが脳筋の体内か。白血球。なんだ？白血球。来たな、免疫細胞。赤血球。え、まだいんの？赤血球。お前免疫細胞じゃないじゃん。ちょ、来るな来るな。うわー、タンパク質来るなー。いやー、どっかのね、コロナプロウイルスが入りましたけども。みんながプロテイン飲んで筋トレしてれば、この動画みたいになって流行ることもなかったのかなって思ったりします。筋トレしろ！まだ人もみもしてねえんだよ！次。悪魔が恐れるデビルハンターはな、頭のネジがぶっ飛んでるやつだ。努力、未来、ダビューティフォースター。お前も筋トレ最高と叫べ。人思いにやっちまえ。ふか。いや、ダメだよ。それはちょっとね。YouTuber 許してくれやせよ。なんだお前。いや、君ら管理者権限で消すよ。ごめんなさい。いや、いらないから。あの、この YouTube なんですけど、モデルがいまして、あの、勇士ヨシヒコにいる仏です。仏ビームの仏です。結構雰囲気察してくれる人もちょくちょくいて、なんか嬉しかったです。あの、勇者ヨシヒコ見てない人いたら、ぜひ面白いんで見てください。あれ？動画と関係なくね？あ、先んだ。あ、先んだ。いらない。え？あ。プロテイン。あ、二頭筋だ。あ、チョモランマ。この顔なしね。雑な割に自分では意外としっくりきてるなって感じなんですけど、どうでしょうか。実は顔なしの方じゃなくて、カエルの方をやりたかったっていうのは、秘密で、お願いします。先生トイレ。こらこら、先生はトイレじゃありません。タンパク質。タンパク質でもない。この動画ね、撮影時間3分ですね。もう編集もテロップパンパンで終わりなんで。言い方悪いけど、コスパいいっすね。以上が今年100万再生を超えた動画になります。まあ、多いのか少ないのかって言われてもわかんないですけど、楽しかったんで、OK です。まあ、来年からは一人暮らしも始まって、ゲーム実況、配信実況とか、飯テロとか、キャンプとかできたらいいですね。っていう感じに来年からはメイン動画の方も楽しんでやっていこうと思います。これだな、近づいてるの分かった？これはちょっと近いよね。良いお年を。